どうも中尾とします。今日はですね、原宿に来ております。この前インスタグラムとかで何知りたいですかみたいな感じで聞いた時に、結構半袖シャツ多かったんですよね。でしかもコスパがいい半袖シャツ、着やすくておしゃれじゃないといけないみたいな。ちょっと半袖シャツ僕探したんですよ。ちょっと僕なりに結構探して、で結果ちょっと見つけたのはこちらなんですよね。20さんにティーンエイジャーさんっていう2、3年前に取らせてもらったお店さんがあって、でそのお店さんが渋谷にあったんですよ前。でそれが移転して今原宿にあるということで、2階のここの階段を上がってすぐ右の部屋にありますので、今日そこでね、ちょっとかなりコスパのいいアンダー1万円でめちゃめちゃ着やすくて、ちょっと僕も着てみたいなと思うような半袖シャツがありましたので、早速ね、見ていきましょう。今日行くのは古着屋さんです。これ、ここが目印って感じかな。早速ね、見ていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。朝早くからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お名前よろしいですか。あ、ティーンエイジャースタッフの菅原です。よろしくお願いします。お願いします。基本的にはまあ、今だとミリタリーものだったりをメインでっていうところをやらせていて、あとはでもそれ以外も結構デッドストックもの、当時のデッドストックもの、新品も取り扱いつつ、古着も少し取り扱いつつっていうところで、結構まあバランスよくいろんなところをメインで。1万円以下のかなりおすすめで僕が着てみたい半袖シャツっていうのが、多分ミリタリーのアイテムなんですよね。ミリタリーなんですけど、まあ、めちゃめちゃミリタリーしてないので、誰でも着やすいんじゃないかなっていうところで、だからね、ちょっとそれ含めていろいろ店内見させてもらえばと思いますので。あそこじゃ見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。入ってすぐなんですけど、キッチンですね。キッチンに、アクセサリーがめちゃめちゃある感じですね。サングラスだったりとか、このバングルとかも、これもあれですか？それもミリタリー、それはパウブレスレットっていう名称なんですけど、70年代とかにアメリカの戦争時に捕虜とか行方不明になった人の名前を彫ったりして、当時のそのまあ結構こう誇らしい形というか、この持って帰ってくることを誇りにみたいな形でやってて、1月3日とかですかね、68年のかなり前ですね。だからここを見ていきましょう。他もね、ここら辺ジャーマンとかもあったりして、木型、ソール、抜き型っていうのを使ってっていうところで、でフォルムがこのスッキリしたスタイルに見えるのがすごい特徴的なところで、でまあジャーマン好きな方はぜひって感じですね。めちゃめちゃシュッとしてるので、うん、それがすごくよく再現されてます。サイズもいいサイズで残ってるのでなかなかないので、状態もなくてめっちゃいいと思います。これ半袖シャツが多い感じですか。そうですね、半袖シャツ、古着の半袖シャツもちょっと並べつつ、結構なんかブランドでこうまとめてるところが多くて、そこら辺とかもジョナサン・アダムズっていう2000年の UK のブランドでっていうところで、2000年らしいちょっとこうモノトーンなカラーリング、ポールとか結構好きですけどね、僕ちょっとなんかちょっと玉虫色チックな形というか、ここにもバートンさんとかね、いろいろございますので、この辺もかぶりにくい感じではあると思いますので、ぜひ見てみてください。ね、やっぱり気になっちゃってて、ちょっとチラチラ見えてるんですよ、僕の欲しくなったものが。外じゃないですか。そうですね、ベランダそのままです。一応スターウッドウッドって形なんですけど。あ、なるほどなるほど。ちょっと僕が気になってるのは多分これなんですよね。今回ちょっとアンダー1万円でいいんじゃないかっていうシャツなんですけれども、そうですね、アメリカ軍のジェネラルパーパススモックっていう形の名前で、いわゆる米軍の施設内とかでいろんな方、職員の方、メディカルだったりとか、そういう幅広い用途で通常の衣服の上から防護服として着るようなスモックシャツみたいな形のアイテムとなりますね。一応こんな感じで、ね、タグが緑だったりオレンジだったりといろいろございまして、めちゃめちゃ綺麗ですもんね、状態。通常よりも少し大きめのサイズになってるんですよね。ジェネラルパーパスですからね、名前かっこいいですね。これで M サイズですもんね。そうです、それで M サイズで、やっぱさっきも言ったんですけど、防護服なんで通常の服の上から着るんで、やっぱり大きめなサイズ、だいたい L サイズぐらいって考えていただくと分かりやすいかなと思います。これでもちょうどいいジャストぐらいって感じですね。まあかなりいいですけどね、シルエットでどんな格好にでも合わせやすいんじゃないかなっていう。デッドだからなんかめちゃめちゃ綺麗なんで、本当に新品のシャツ着てるみたいですね。古着って感じが全くしないです。これで8800円ですもんね。そうですね、デッドストックで、ブルレンのボトムスとかでも全然いいと思うので、なんかかなり使いやすいんじゃないかなっていう。この色味が白だから本当何でもいけるんじゃないかなっていう。ガシガシ使えるんですけど、綿素材にしっかり通気性もあって、洗濯も楽ちんにできるようなアイテムっていうところになりますね。 M47 もデッドストックに使用品で、これなかなかないですよね。そうですね、 M47 のデッドストックって、まあお値段もそれなりにもちろんするんですけれども、やっぱ物によって全然違うと思うんですけど、ウエストとレングスが出てくるんですね、サイズで。そうですね、そこがあるんで、そ S とか M とかじゃないんですけど、まあ自分に合ったサイズを選んでもらえればっていう、まあ47分パンでいうとめちゃめちゃ有名なアイテムなんで、まあマネージャー好きな方とかどんな方でも好きなアイテムだと思うので、ぜひ見てみてください。めちゃくちゃいいですね。そうなんですよ、これめちゃめちゃでかいバッグなんですけれども、アメリカ軍 の、 ヘルメットのバッグで、攻撃用部隊とかブラックホークとかそういう部隊によって使われていたような形で、これ何でも入るんですよ、多分パソコン 2,3 台入りそうな感じがします。でしっかりこうちっちゃいポケットも機能するような形で、ショルダーの形でしょえるのがすごいいいんですよね。確かにショルダーの形でしょえるのはいいですね。ヘルメットバッグとか想像してもらうと、本当にその2倍とかそれぐらいのデカさ。これ中も起毛しててすごい気持ちいいですね。
なんかしっかりしてるっすね、ものが。やっぱ軍物ってそこがいいっすよね。なんかクッションすごいんで、パソコンも絶対大丈夫っすね。これ2度入れるもんな、ここすげえな、これチャリとかいいかもしれないですね、チャリ移動の方とかは。これはイギリス軍のトロピカルサンダルの形で、当時トロピカルサンダル支給した時にそれが足りなくなった時に緊急用で作られたアイテムっていうところで、こちらがクラですね。クラもございます。ブラウンもございますので、このサンダルは緊急用と面白いですね。ぜひ見てみてください。すごい色っすね、これ。これはめちゃくちゃ、だからアメリカ軍のスノーパンツの形の、まあ、後期型みたいな形で呼ばれるカーゴポケットの形なんですけど、これはナイロン染めって、ちょっと特殊な染めをできる方がいらっしゃって、その方に頼んでやっていただいたという形で、ブラックとブルーとオレンジみたいな。これね、綺麗に染まってるんですよ、めちゃめちゃ。カーゴショーツめっちゃありますよ。カーゴショーツは割とどの方にもどんな感じでも合うような幅を持ってて、警察だったりに支給されていたアイテムっていうところのデッドストック未使用品。かっこいいショーツ履いてますね、海外の警察は。これもブルカショーツとか、なんか本当に履きやすいアイテムが多いと思うので、結構ショーツはなんかなんていうんですかね、レングスとかそのバランスが結構大事なんで、古着むずいんですけど、なんかちょうどいいサイズがいっぱいある気が僕はしてます。で、僕結構夏ボーダーちょっとたまに着たくなるんですよね、マジで。夏の2ヶ月の間に1日ぐらいなんですけど、身幅を実はちょっと大きくしてるんですよね。へえ。これトレーニング T シャツとかじゃないんで、やっぱ結構タイトな作りな、これで元々の形が XL なんですけど、それでも結構タイトな形なんで、それを身幅をちょっと 1.5 枚ぐらいを使ってさらに広げるっていうところで、ルーズに着れるようなサイズ感にしてます。この辺は全部そのヨーロッパ企画、ヨーロッパ生産のヨーロッパリーバイスデッドストック未使用品プラスシャツ付きっていうところで、ニュールスニーカーみたいな感じですね。リーバイスで靴があるんだみたいな感じですね。ほんとそうですね。しかもめちゃめちゃ変わってる靴なんですよ。普通のスニーカーとかじゃないんで。スノーパンツだ。スノーパンツでございます。これはなんか本当に履いてそうですね。あと一応下に一緒にサンダルも履いてみたって感じですね。まあ、上から着るオーバーパンツなんで、本来はめちゃめちゃサイズもゆとりがあるので、まあ、どんな方でも履きやすいんじゃないかなというところもございますので、このジップラインがグレーっていうのがいいですね。アクセントになって、ただのデザインじゃないというか、機能面だけじゃなくなってるっていうのが面白いところだと思います。ちょっとそこに収納できるような形に、なってますね。ここに物が入るんですね。EDU ですかね。だからちょっとショート丈にされてるみたいですね。結構リメイクされてるんですよね。コットンポリエステルのマットな質感のブラックの形プラス、こう丈上げさせていただいて、ボックスのシルエット、ちょっとなんか今のブランドさんにも通ずるようなシルエットっていうところでやらさせていただいてますね。まあ、その長さからも分かると思うんですけど、丈がもっと長いので、本来であればこれで一問三千とかですね。ジャケットですからね、シャツじゃなくても通年活躍しそうなアイテムであると思うので、これめっちゃかっこいい。はい、ということで、ティーンエイジャーさんで買わせていただきました。結局ね、2着買ったんですよ。ショート BDU のジャケットと、半袖シャツですね。はい、白の。もう今日そのために来たんで、今日僕はそのパーパスで来てるんで、本当にジェネラルパーパスをそのパーパスで買わせてもらったって感じですね。いや、めちゃめちゃ良かったですね。サイズ感もね、M と L でめっちゃ悩んだんですけど、M にしたんですよ、結局。ルースに着たい人は L でいいんですけど、まあ、ジャストで着たい人は、ちょっと今風ぐらいでいいなって方は M でいいんじゃないかなと思ったんで、ちょっとスッキリ着たいなと思って僕は M で着させてもらいました。あれ着て海に、はい、1回は行きたいと思います。はい。ぜひ乗る方は、まあ、来てみたりとか、オンラインとか見てみてください。貼っとくんで概要欄、よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕はいつも星野家動画を上げています。もし気になった方は、チャンネル登録と高評価、ネイトネイトをお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。